Ain't worried if I'm up by the lakeside. No, I don't really care what we do, 'cause everything just falls by the wayside when I take time with you. Am I crazy for not wanting to chase lights? No, I just want a table for two. No, I don't need a reason to make time.朝行きの美祢線ですよ。キハ120系です。40系が追い抜いていきました。バイバイ。今鳥さん本物かと思った。置物でした。わあ、すごい。なんだここは。駅の前です。はい、駅前です。ここはすごいところに We are in here。 わあ、じゃあちょっとその湯本のなんちゃらポンの方までね、行ってみましょう。なんだろう、言葉を選ばずに言うとすごい廃れた温泉街だよね。こっちのリゾートがすごいなんか頑張っていい感じにしていこうみたいなプロジェクトで、結構ここは成り立ってるっていうか今活性化中ならしい。これが温泉街に向かう道と思えますか？すごいよね。なんか鬼怒川温泉とかをさ、ちょっとね、思い浮かべちゃうとさ、うん、すごい。あっちはもうなんか、はいどうぞーみたいな感じですごいじゃん。感じだよね。すっぽりと。よし。じゃあ、星野リゾート界、長門まで行きましょう。多分、裏玄関からね、直撃してるんだけどね。すごい、綺麗だね。ぜひ。売店。はい。ああ。でございます。朝の硯をこう使いまして、書いていただくようにす。楽しそう。はい。あの、お時間が、あ、時間がございましたら、ぜひ、はい、お待ちいただければな。やりたい。はい。今日はですね。はい。でございます。手前に曲がっていただくと、またトラベルライブラリーというものがございます。コーヒーなどが。はい。わかりました。はい、どうぞ。ありがとうございます。なんか浴衣とかでお外歩いても大丈夫なんですか？はい、もちろんでございます。お部屋には、はい、3名を置いておりますが、浴衣をお持ちしましょうか？お願いします。はい、承知しました。この後お持ちいたします。ありがとうございます。はい、すごい好きで、あの水色の。そうなんですね。ありがとうございます。もう買いたいぐらい気に入ってて。ありがとうございます。こちらこそ。どうぞどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、お疲れですね。はい、そうですね。すごい。はい、あの、立って、2年は立ってないので。ここはもう、一から作ってる部屋です。そうですね。はい、こちらのですね、照明なんですけど、はい、萩ガラスという照明でございまして、はい、あの、お部屋によってですね、ちょっとずつ黄色の模様が変わっておりますので、あ、本当だ。よろしかったら、はい。すごい。おすすめいただけたらなと。わかりました。おしゃれですね。このちょっと薄緑色、あまりよくわからないですけど、鼻からこう見ると、あ、緑色かなっていうのが確かに。はい、それでは
うん、湿度が熱で変化した時に緑色に変化するそうです。へえ、お色になっているのが特徴でございます。ありがとうございます。はい、どうぞどうぞ。超綺麗、やばいよ。いい匂いする。いい匂いするね。ピカピカだね。お邪魔します。よし。おうち塗りと申しまして、これも伝統工芸品でございます。まあ、はい、お殿様とお姫様に。かわいいです。ネットボードも徳地和紙という和紙を使ってまして、へ、藩主のお茶屋敷のモデルに作ってまして、なのでちょっとお殿様の寝床、おー、ということでちょっと一段高くなっています。あ、本当ですね。それだけのサプテなので、こちらの徳地和紙を、はい、入れさせて、お部屋ごとでやっぱりちょっとずつ模様も違いますので。そうなんですね、はい、かわいい。一番手作りでやっぱり、へぇ、ない萩焼きなんですけど、おぉ、はい、萩焼き、あ、萩焼きの萩ですか。あ、そうです、萩の、はい、いつも今日の朝11度でした。あ、真冬、来た。そうなんですよ、はい、急に寒くなっちゃいました。なんか温泉も結構、はい、あったかい、ぬる湯と熱湯があるので、お、ちょっとそれぞれのお湯で楽しめるかなと思います。ぬる湯の方は源泉かけ流しになってるので、はい、ライン浴場、お酒は飲まれます？綺麗なほど好きですね、はい、日本酒が実は置いてあって、無料で湯上がりどころに置いてあって、よかったら、はい、すごい、ぜひ召し上がってください。初めてかもしれない。そうなんですね。はい、そうなんですよ。萩市の、はい、八千代酒造さん、はい、八千代酒造、はい、お、なんか話した、なんか話したですか。ルームというお酒なんですけど、女性の方が作ってるお酒なので、わー、当時さんも、はい、あ、そうです、そうです、すごい、はい、なのでよかったらぜひ、はい、お召し上がりください。香りもかなりフルーティーな香りで、楽しみ、はい、よかったです。はい、では失礼いたします。お世話になります。来たね、イエイエイエイ。もう大方すごくフレンドリーな中井さんと呼ぶべきなのかしら。スタッフさんが紹介してくれちゃったんで、うん、適当に。なんとこれ全部の場所で全部色が違うみたいです。嬉しいね。この紺色、藍色みたいな、すごいじゃないですか。でちょっとサクッと紹介してくるか。はい、よくしょ。帯湯、わー、訪れ川が一望できるよ。すごい、ほらほら、川床、あそこライブラリーなんちゃらポンちゃらみたいなあったよね。あったで、ここ武士のね、 お部屋らしい。我々は今日は武士ってことだ。はい、武士です。適当。こちらにね、いつもの、うん、サムエとかあったかいやつとか、はい、草履、靴ひかがあります。まだ2年経ってないっていいね。よし、こちらに行くとピカピカの全身鏡と水回りに行きます。わ、お風呂超綺麗。ハンドソープと洗顔、クレンジング、化粧水、乳液、ボディローション、すべてありますのでね、何の問題もありません、ね。あ、ここはシャワールームがね、備え付けられてますけど、まあ、温泉がね、長門湯元ありますから大丈夫です。シャンコンボディソー、いつものカイのブランドです。で、こちらにはお手洗いがありますよ。お手洗いもピッカピッカの。お手洗いだ、超綺麗、いいね。なんかさ、色がさ、すごい明るくて可愛いね。全体的にお茶を入れてくださいました。イエイ、映えてるよ、すごい。いやいや、え、なんかいいよ、その感じが可愛い。生茶とハートランドのビールがこの中に入っております。お水はね、無料です。で、星野家このタイプすごく多くて、ペットボトルをなくそうみたいな仕組みでね、こんなになってます。じゃ、こちらがかわいい、かわいいよ。今回もお邪魔しますね。こういう、なんだろう、さっき言ってた萩焼きとかなのかな、うんうん、こう星野家のどこもそうなんだけど、すごくご当地のものみたいなのがいっぱいそこら中にね
そう、あの散りばめられてて、今回も山口パラダイス湯飲みとかもさ、すごい桜色でとっても可愛いんだ。あとお茶を入れてくれたこのちっちゃなねカップとかもすごい青空みたいで色が可愛い。いつものドリップコーヒーもここにありますし、急須が可愛すぎる、たまんないですね。はい、こんな感じでお部屋の紹介以上でございます。やっていい？わーい！わーい！わーい！この一段高くなってるのが武士の、で、あの寝床らしい、うん、お殿様のね、お殿様、うん、お殿様、お殿様です今日はお殿様です、よろしくお願いします。以上です。明かりだって、あ、夜これ持って歩くんじゃない、かわいい、こうやって、そうじゃない、でもまだだね、まだじゃない、わかった、明かりだから、うまそう、サンキュー。あ、すごい。手上げ。やばいね。これか、この景色か。すごいです。すごいです。すごいです。え、なんかそのさ、いわゆる川床みたいなところって、これなんだっけ？なんかあったよね。部屋から見えたよね。うん。あ。あった。さゆちゃん、こ、はい、ここにもほら、おしゃれ、黒い、なんかこれがそれっぽい、なんかちょうどいいね、もうこれ以上食べるともうダメだよね、寒いね、うん、ちょうどいい、あれ、こっちから行けないかもしれないですわ、私あそこに行きたいんですよ、あれ、この下にもなかったっけ、あったの、うん、行ってみよう、あ、でもあそこ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 渡れる、うん、行ける、行けるかな、行ってみる？どっちがいい？上から行く方が楽ちん？すぐそこだから。じゃあアプチ行こう。よし。はい。気持ちいいね。気持ちいいね。行くよ。私は慣れているもので。山道こういうとこ歩くから。そうなの？そうだよ。え、だって山って。山でもこういうロックガーデンとかいう。マジで？そう。すごいな。あるんだよ。できた。私特別運動神経悪いから。うん。そうね。そうだね。ここでダイブされちゃ困るから。こんなところがあります。川床だね。ちょっとのんびりしましょうか。どうぞどうぞ。気持ちいいね。あ、すごい、みんなヒップホップステップしてるね。オッケー。バイバーイ。厚生旅館のブランドでございますが、全国に18の施設がございますが、それぞれの施設で地域の伝統や文化を楽しんでいただけるこのご当地楽というのが、結構楽しいなっていつも思ってますきな粉をすってみたり、はい、あとなんだっけ、いろりで、うん、日本酒と、あと野沢菜みたいな、ねやつとか、アルプスでしたっけ、行きましたこちらこそ、あの山口、はい、平などでは、まあ、山口の伝統工芸品の赤のすずりを、まあ、すずりはね、お使いなの、私小学生ぶりとおっしゃって、私小学生ぶり、小学生ぶりだ、あ、だよね、文房四宝、文房四宝、文房具の文房、うんうん、6つの宝と何だろう、4個の宝ってことですか、紙と筆と真心と墨、真心は非常に大切だと思いますけど、何でしょうか、すずり、すずり、ね、あとそうなると文鎮、文鎮はちょっと用意してないんですけど、何を使って書かれるか、筆、はい、筆と筆とすずりと
墨と紙。紙、ああ、そっか。この4つがなければ真面目に書くことができないということで、中でも素振りというのはですね、消耗しない、没頭的に持っていて、衣装使っているので、形状品としてここで頭素振りは使われていましたし、ご愛用いただきます。ではちょっと腕にお手に取っていただいて、赤マスズリって書いてある重たいね。これ何でできてるの？できてるもの、石？あ、石みたい。石が入ってます。なんでそんなに重要なの？ちょっと手をすっていただいて、ではスズリはですね、こちらのくぼみの部分を海と言って、平らな部分、陸と書いて、丘と書いて、ちょっとこの部分は、7字を描くような感じで吸ってみてください。こういうこと？あ、すごい、ちゃんと黒くなってる。という間に。こんなもんかって感じですね。降りてきたかと思いますが、だん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 吸っていきますと、炭にこう艶が出て、少しこうトロッとした炭が出来上がってます。ちょっと完全に水多かったですね。500円ぐらいだったみたいで。そしたら少しこう海の方に炭をちょっと流していただいて、使う分だけ丘の部分で吸っていただければと思います。ちょっとキャッシュレスになりすぎて、100円がどのくらいかわからない。なんか角度に。うまい。なんかいい感じでした。またこうちょっと薄い感じがその字に合っている感じがしますね。そうか、こうスリップリ、スリップリ、スリップリ具合で。これまたこの、なんかちょっと変わると吸っていくとすごく濃い味になりますし、濃い、もっと薄くもできますし、それがまた自分で炭をする楽しさですね。なんかこうね、あるんでしょうね、好きなとろけ具合みたいな。確かにすごいね、いいね。のの字を書くようにね、のの字でね。いいね。あ、濃くなった。さよ旅。旅ってどういうコンセプト？ありがとう。あれ？ん？パテ、ション。ああ、ションからの。シュ。そうです。これか。そう。オーケー。え、なんて書くの？あ、いいね。あ、じゃあそしたら私もなんか、彩りっていう字にしよう。じゃあもう本当にいっちゃいます？本当に書けます？ご飯、夏みかん、あんみつ、あんみつ大好き。
って初っ端だ、ウニ楽しみ。イカのイカスミ食え、生ウニ添え、あ、イカいただきます。はーい、あーすごい美味しい、スイカ。このリゾート界のシコブラシタお料理をご用意しております。また本日のお作りにはサザエ、キジハタ、ケンサキイカの3種をご用意しておりまして、そして右手にはタレをお2つご用意しております。右手にございますのがあっさりとしたお味付けのチリスーというタレでございまして、お隣には星野リゾートオリジナルのだし醤油、こちらは甘みのあるお醤油をご用意しておりますので、ぜひお好みでお聞き合わせてお楽しみください。こちらは8種お作り酢の物までご用意しておりますので、ぜひお献立と照らし合わせながらお楽しみください、はい、わぁ、おいしい、すごいね。おはようございます。本日の長門は晴れ、こんな川床がねばっちり見えるお部屋でした。なんて風情があるんだって思いません？今現在ね8時20分ぐらいなんですけど、もともと今日は早々に起きてお風呂に行っておりますね。本当に体力お化けって呼んでます。はい、私もちょっとおっつけ一風呂浴びて朝ごはんを食べに行きたいと思います。声低すぎるね。はい、でも長門のね温泉のね質はすごくとろりんって感じで、冷泉なんですけどすごい気持ちよかったです。はい、でなんとドリンクバーにね、お酒も日本酒もありまして最高ですね。はい、ちょっとオスモの電源が切れまくっていたもので iPhone でお届けしましたけれども、そういうことです。じゃあお風呂に行きましょう。昨日の書道の体験でやったものをこの玄関でね飾っているわけなんですけども、すごい我々が書いたものがちょっとそこら辺のいい料亭みたいな雰囲気になっております。かっこよくない？寒い、てか気持ちいい。一番トラベルライブラリー、こんな感じで開けたところにありますよ。寄ってみよう。おしゃれ。こちらでドリンクなどがいつでもいただけます。かわいい鶏卵せんべいだって、生姜のこれね大好き、喉に引きます。あと生姜のゼリー、寒天ゼリー。トラベルライブラリー寄ってたら友達に会ったよし、私はお風呂に行くわ。こんな感じで大浴場でございます。古橋通し、わお気持ちいいね。ドリンクは夏みかんジュース。夜にはここにお酒が日本酒が出てました。アイスキャンデーいつもね。外のね、湯上がりスポットもあるわけなんですけど、いいですね、快適。朝目覚めて山口県の長門にいるっていう、わあ遠いとこに来た、楽しい感じがします。はい、ぼちぼちお部屋戻って
身支度を整えて朝ごはんに向かおうと思います。はい、うん、恐れ入ります。ありがとうございます。さて、こちらの食材について記載ございますので、ご覧になってお待ちくださいませ。はい、あらら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 らね、こっそりもらうわ。ありがとう。こんな感じで朝ごはんのメニューなわけですけれど、赤もくは昆布茶、あとは塩、かまぼこ、私のエネミー、夏みかんジュース、楽しみ。僕にございますのございますのが、長門市仙崎を代表するかまぼこ2種でございます。左側が町ど、右側が千銀でございます。焼き方や製法が異なりまして、お味や、食感が異なっております。素材そのままのお味をお楽しみいただきながら、ぜひ食べ比べてみていただければと思います。その手前にはおぼろ豆腐をご用意しております。まずは豆腐そのもののお味をお楽しみください。その後にですね、こちらに長門市の湯屋湾で採れた百姓の塩をご用意しておりますので、そちらをお好みでおかけいただいて、はい、お味の変化をお楽しみください。桶の手前に青い小皿がございますが、こちらにはタイオリジナルの昆布梅をご用意しております。ご飯との相性がとても良いので、ぜひご一緒にお召し上がりください。はい、ご飯やお味噌汁おかわりご用意しておりますので、甘いとお申し付けくださいませ。はい、ではごゆっくりお楽しみください。ありがとうございます。いただきます。なーに、イカキューマイちゃん。シュウマイとか超好きなんだけど、美味しい、ね、お味噌汁、あ、なんか、なんじゃイケスみたいになってる。最高でございます。いただきます。さあ、何から食べよう。これがいつも昨日の夜も見てなくて、イカシューマイちゃんからいきます。うわ、イカシューマイ、そういうこと。お主、うん、切られたイカがシューマイになってる。なるほど。いただきます。うま、うん、お味噌汁おいしい。お味噌汁おいしい。美味しいですな。美味しいね。武士の出陣の時のご飯ってやばいね。江戸城が武器落とすのじゃ。殿、うん、こちらの山口県から東京へ向きまでは何でで参りましょう。なぜ参じましょう。そうだな、サンライズいつもで行こう。まだ走ってないね。優雅でござるっつって。寝台列車で行こう。そうそう、馬はみたいな。着いたら何で何でやりに行くのでございましょうって、うん、馬を買ってくださいって。ちょっと馬を借りてもよろしいでしょうか。うん、レンタルで。レンタルで。ちょっと多分、撃ち落とすのに、まあ、大方2日っつって。うん、どちらの方ですか。あ、山口の藩主です。現代版。ちょっと馬で来るの疲れちゃうからさ、電車好きなんで、よ、みたいな。そう思うな。うん。朝のお散歩でございます。この景色を最強、とってもいいですね。風情でしかないよ。はい、
い、ということで、貝長門のレビューいかがでしたでしょうか。ご覧いただいた通りね、もう最高でしかないというのは、まあ、多分たくさん皆さんには伝わったかと思いますので、ぜひ山口に行くよって時は行ってみてください。食べ物が美味しすぎたね、大体。はい、はい、この貝旅トエンティスというプランは、でもどこの貝に泊まっても19,000円、まあ、プラス入湯税が150円かかったりしますけど19,000円で泊まれるので、もう本当にね、20代の方はもう今こそ行くべきだし、まあ、大人の方もすごく良かったですし、なんかお客さん私たち以外ほとんど大人だらけだったよね、うん、同世代もちらほらいたかなぐらい、うん、だったので、はい、おすすめです。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。面白かったよと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてメンバーシップの方もよろしくお願いいたします。他にも飛行機、ホテル、電車のレビューもたくさん上げてますので、ぜひご覧ください。はい、それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。それもありました。うん、あら、酒粕、美味しそうだね。ねえ、いろいろあるね。夏みかん肉酒。あけぼのカフェ。